プロデューサー、見ててくれましたか？僕、ババーンと新郎役をこなしてみせましたよ。かっこいいところはかっこよくこなして、かわいいまことちゃんをアピールしなきゃですからね。あの映画の続編でまた王子様役もやることになりましたし、かっこいい僕を応援してくれてる人がいること、やっぱり嬉しいなって思うんです。それとプロデューサーにエスコートしてもらったあの時の気持ち、本物のお姫様みたいになれた気持ちもまた味わってみたいです。プロデューサー、急に何を言い出すんですか？プロデューサーはいつも僕のことを褒めてくれますけど、やっぱり不意打ちはちょっと恥ずかしいです。もうそうやってからかってません？だからもうその話はいいですってば。ああ、そうだ、僕まだ花嫁の役はやったことないんですよ。せっかくのブライダルの取材なので、できればウェディングドレスも着てみたいな。前回もドレスは着られなかったしね。お願いします、プロデューサー。絶対の絶対に約束ですよ。花嫁か。覚悟してくださいよ、プロデューサー。ちゃんと約束してくださいねってことです。僕も頑張りますから。プロデューサー、が僕のこと見ててくれるおかげですよ。プロデューサー、またそういうことを言って。でもそうですね、その時はプロデューサー、僕の隣にいてください。え、仕事の時も一緒に仕事したいって意味で。ああ、もう絶対に分かってませんよね。今のはそういう意味とは違いますから。いろいろわがままに付き合ってくれて嬉しかったです。これからも頑張りますから、そばで見ていてくださいね。ひひ、これをやると気合い入りますね。プロデューサー、走って帰りましょうか。冗談ですよ。それくらいウェディングドレスの仕事に気合が入っているってことです。プロデューサー、そこじゃないですよ。
僕、こんなに顔真っ赤なんだから、見たらわかるじゃないですか。プロデューサー、僕と話してるのにどうしてよそ見してるんですか。